いつもお日様の花をご利用いただきまして誠にありがとうございます。我々は他の産地と同様に年間を通しての出荷を目指しておりますし、夏に特に多く出せるように今勉強会などもしておりまして、で皆様方の需要に応えたいと思いますので、まあ、どうぞよろしくお願いいたします。お日様の趣味は夏が短いことですね。夏が短い、秋早期出荷できるというところが一番強みかと思います。今は品種改良も進んで技術も進んで、で年間を通して出せる産地としてこれからも取り組んでいきたいと思います。はい、切り前についてはやっぱりお客様に行くまでにこの綺麗、一番綺麗な状態で出せるように、夏場は早めに、冬場はちょっと花が咲いたぐらいで出せるように心がけています。もともと私は野菜の方を作っていたんですけれども、メリアを辞める方がいるということで、ハウスの方を見に行ったところ、こんな綺麗な花があるのかと思い、メリアを始めるきっかけとなりました。沖沢のメリア、これからもよろしくお願いします。アルストロメリアは日持ちがいいので、そういった花の特性をユーザーに実感してもらえるために、栽培環境をストレスなく栽培しているところがポイントだと思います。鮮度がいい花を出荷してますので、ぜひ沖玉の花を使っていただきたいと思います。よろしくお願いします。常日頃沖玉のアルストロメリアをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。沖玉は、盆地ということで、時期によって、昼と夜の寒暖差があり、色づきの良い日持ちのするアルストロメリアが栽培できると思います。また我々生産者も消費者の方々に喜んでいただけるよう日々栽培の方を頑張っておりますので、今後ともよろしくお願いします。沖玉地方は盆地の気候で朝晩の気温差が激しくて、それが花色の鮮やかさにつながっています。おすすめの品種はですね、今年新しく導入したワンダースイートという柔らかいピンク色の品種です。いつも沖玉さんのアルストロメリアを お買い上げいただきましてありがとうございます。これからもいい品質の花と綺麗な花を作るように心がけていきますので、今後ともよろしくお願いします。